はい、どうもこんにちは、中村美香でーす。どこから話せばいいかって感じなんですけれども、今ね、退院して、3日目の朝になります。退院してからの生活みたいな、ちょこちょこ撮ってるんですけど、あんまりね、ちゃんと話しては撮ってなかったので、退院してからの様子を、お話ししていこうかなと思います。出産後結構ね貧血になっちゃったりとか出血が多くて輸血したりとかしてたのでちょっとね体調的には私も万全じゃなかったんですけれども無事退院することができてで赤ちゃんもねなんか黄疸が出ちゃってて退院できるかどうかとか言ってたんだけど無事に退院することができてお家の中でねいろいろ生活が始まったんですけれども旦那さんにね一通り覚えてもらってもうおむつ替えも完璧にできるしミルクをねあげたりとかもできるしもう家のね中のことをもうミカは家事やらなくていいから赤ちゃんのお世話だけしていいからって言ってくれてもう全部やってくれて本当にありがとうございますっていう感じなんですけれども帰ってきてからもねやっぱね会員切開を結構してたみたいで先生ちょっとしか切ってないって言ってたのになんか見たらね 5,6 センチ多分切られてて結構縫ってて分娩の時になんか吸引分娩っていうのがこう引っ張るやつをやったみたいでそれをやる人は結構切るみたいでそこの傷がまず結構痛いのとあとは抗陣痛なんかちょっと生理痛の重めみたいなお腹がこうズキズキ痛いみたいのも出始めたりとかあとはねもう骨盤が多分グラグラになってんのか腰が痛すぎてもう歩く時激痛みたいな感じで体がね結構ガタが来てる感じがありましたあとはね私なんか入院中からなんかあんまり寝れなくて多分ベッドも違うし赤ちゃんのことも気になるし夜はね母子同室1日だけだったんですけど預けてる時も寝れなくてで結構その寝不足が続いてたのが原因なのか入院中からなんかこう耳鳴りとなんか耳が詰まった感じなんか聞こえづらいなみたいながあってでもそんなに気にしてなかったんですけど帰ってきてから退院して1日目過ごして2日目の朝かなもう頭ガンガンに痛くてでその耳鳴りもすごくひどくなっててでもほとんど聞こえないみたいなもう膜張っちゃってるみたいな感じになってて耳がなんかちょっとおかしいかもと思って調べたらねなんかその突発性難聴みたいな症状に似てるなと思って結構寝不足が続いてたりとか、まあ、ストレス感じてるつもりはないんですけど多分体も疲れててストレスがあるのかその産後になる人が多いみたいですねでもこれはなんか寝れば治るみたいな書いてあったからちょっと今様子見てるんですけど私の体はそんな感じかなでちょっとオロがね今出てるんだけどトイレ行くたびにね、ナプキン変えたりとかもしなきゃいけないし、お尻痛いからウォシュレットして、円座クッション引かないと座れないしとか、まあ多分産後のママさんみんな同じだと思うんですけど、そんな感じになってます。で赤ちゃんはね、すごい元気でね、今私は混合で、母乳とミルクもあげてるんですけど、まだ出が悪いからね、母乳をね、今ね、最初は5分5分、右と左5分5分あげて、その後に、規定の量のミルクをあげるみたいにやってたんだけど、もうね、授乳して、おむつ替えたら、もうその後3時間寝てくれて、また3時間後にもうなんか起こすぐらい、ずっと寝ちゃってて、で、おっぱいあげてる最中も寝ちゃうし、なんかすごい寝る子だなっていう印象ですかね。そうで昨日はずっとその傷が痛いっていうかなんかこう糸が引っ張られてる感じがしてもう何しても立っても座っても歩いても痛くてこんな痛いんだみたいな感じでね思ってたんだけどでその痛みの中さ授乳しなくちゃいけないからさなんかもう座る時もすごい痛いしなんか授乳もうまくできてないから変な体勢になったりとかしてそれでまたお尻が痛いみたいな感じになってて結構1日目はもう激痛でやばくて昨日なんか夕方ぐらいからなんか痛みがねなんかちょっと良くなってなんかあんまり痛くないなみたいな感じになっててで夜にねちょっとね見てみたんですけど傷のところをしたらこう糸縫ってあって
結構5、6センチ切られてたんだけど、もうなんか真ん中ら辺の糸がもう切れてて、だから多分ね、変な座り方してブチって糸が切れたみたいで、それがめちゃくちゃ痛かったんだなと思って、で、結構なんか抜歯する人も多いみたいで、私が縫ってもらった糸は溶ける糸なんですけど、溶ける糸でもなんかだんだんこう引きつられてる感じがして痛いから、抜歯した方がいいですよっていう人がすごい多くて、で、先生もね、抜歯するって聞いてくれたんだけど、抜歯っていう言葉の方がなんか痛そうに感じちゃって、大丈夫ですって言って帰ってきたんだけど、結果的にね、なんかそこが勝手に切れたから、その時は痛かったけど、今はなんか痛みが和らいだので、まあ抜歯しに行く必要もないかなと思って、今はその状態で。でも多分まだ傷が塞がってないのかな？まだ退院してさ、1週間経ってないから、ちょっとその傷口が開かないようにっていうのを今気をつけて、ゆっくり座るようにしています。で最初はその授乳がすごく大変だったんだけど、昨日は結構うまくいった時が多くて、で、今日朝とかはもう10分10分ちゃんと吸ってくれるようになって、なんかこうすごくスムーズになってきて、なんかいい感じです。2日目まではそんな感じで、なんか今のとこ問題なくうまくいってるかなっていう感じで、今日から3日目になります。うわ、来た。ミルク飲んだら寝ちゃいます。お口がかわいいね。ふにふにです。はい、今日の朝ね、おむつ替えてたらポロって取れたの、へその緒が。すごい、こんな感じ。これで私とビビちゃんはつながっていました。なんか箱くれたからこの中に入れようかな。はい、今ね、出産後6日目になります。お腹はね、まだ結構出てるんだよ、こんな感じ。妊娠中期の時ぐらい出てるかな。でも腰がやばすぎて、今この骨盤ベルトを、前はね、もっと上につけてたんですけど、今はこの骨盤を締めるために、この骨盤、このね、骨のところを締めるといいらしくて、ここにつけています。あとこのね、ワンピースは授乳もできるカップ付きのワンピースで楽天で買ったんですけど、これめちゃくちゃいいです。ちょっとこれあともう 2、3 枚追加で買おうかなと思ってます。はい、沐浴の準備をしています。肌着とおむつを重ねて、この上に体を拭くタオルを乗せます。旦那さんがなんかお人形さんをいっぱいここに飾ってる。はい、お風呂上がりに使うのがこちら、お耳とお鼻のお掃除と、あとね、おへそのへその緒のところマキロンで消毒するので、綿棒とマキロン、あとはマスターベビーのオイルとローションと髪の毛のブラシです。はい、はい、キッチンで沐浴をします。洗面台だとね、ホースが伸びないので、こっちの方がやりやすくて、我が家はここでお風呂をすることになりました。これがね、めちゃくちゃ洗いやすいです。ここに寝かせてあげて、お湯をかけながらやる感じなんだけど、お耳にもね、水、お湯が入んないから、すごいやりやすかったです。まだちょっと1回しかやってないから、今日2回目でまだ慣れてないと思うんですけど、これ使います。で、準備してるのがこちら、ママベビーの、これが頭皮用のシャンプーと、これがボディーソープ、顔も洗えるやつになります。お湯かけるときに使うものがなくて、ちょっとごめんねって感じだけど、ボールと、あとはガーゼと、あと体にかけたちょっと大きめのガーゼと、あとお湯の温度、これ体温計なんですけど、お湯の温度も測れるやつなので、これを用意しています。はい、今日の姫様はこんな感じで、本日も爆睡しております。万歳して寝てる。かわいいね。お風呂入りますよ、今から起きますよ。かわいすぎる。こんな感じ。で、お顔をね、ガーゼで拭いていきます。
まずお目目ね、こっちからこう。よいしょ。まあ、やだね。はいはいはい。よいしょ。よいしょ。はい。眠いよ。かわいい。は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 い。ここと、ここと、これ、こっち。よいしょ。おぉ！くしゃみ。で、ちょっと顔にローション。よいしょ。お鼻。よいしょ。よいしょ。こっちも流してください。ちょっと待って。はい、かわいい。チューチューなんだね。完了しました。うわ、疲れた。ちょっと。どうする今日は。前髪下ろす？こんな感じですか？かわいい。かわいいの撮れた。おいしいです。寝ちゃった。寝ちゃう。はい、今日はおしちやです。寝ちゃった。かわいいお洋服を着ています。おめでとう。はい、授乳の時間なんですが、この子は起きませんでしたか。起きてー。かわいい。起きてー。こちょこちょも効かなくなってきちゃった。はい、今からミルクあげます。ぐずってます。今日はちょっと自分で。ママも泣きたい。眠い。もちょもちょ。はい。見てる。うわ、なんこれ。うん、はい、こんな感じで退院後の私の体の様子だったり、赤ちゃんの様子だったり、生活をね、ちょっとお話ししてみました。退院してからが大変ですよってね、すごい言われてたんですけれども、まあ大変っちゃ大変だけど、全然楽しいし、なんか多分赤ちゃんがね、寝てくれてるっていうのがすごい助かってるかな。
こんな感じでね、なんか授乳とかも慣れてきたりとか、いろんなお世話がね、一通り慣れてきて、あとは睡眠がしっかり取れれば、すごく楽になるんじゃないかなと思っています。ちょっとまだね、始まったばっかりの新しい生活なんですけれども、今のところはこんな感じになります。またね、なんかいろいろご紹介していけるものがあったら、撮影していこうかなと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとコメント、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。